1995年から1996年、コミックボンボにて、ストリートファイター2ブリレス伝連載。2000年から2012年、週刊ヤングマガジンにて、空手商講師、小日向実連載。2012年から2014年、週刊ヤングマガジンにて、空手商講師物語連載。2018年から、月刊少年シリーズにて、ライドンキング連載中です。読み切り作品、デッドゾーン。以上が、馬場康先生の主な作品になります。